多文化主義という用語は、社会学、政治哲学、そして、交互の文脈で様々な意味を持っている。社会学や日常生活では、民族多元主義と同義語であり、この二つの言葉はしばしば入れ替えて使われる。例えば、様々な民族が協力し、特定のアイデンティティを犠牲にすることなく、互いに対話する文化多元主義のことである。これは、 複数の文化的伝統が存在する混合民族の地域や複数の文化的伝統が存在する単一の国を表すことがある。先住民、原住民族、土着の民族に関連するグループと入植者の子孫である民族グループがしばしば焦点となる。社会学的には多文化主義とは自然的または人工的なプロセスの最終的な状態であり、 国の大規模なスケールでも国のコミュニティ内の小規模なスケールでも発生する。小規模では2つ以上の異なる文化を持つ地域を合併して管轄区域を設立または拡大した場合に人為的に発生することがある。大規模なものでは世界中の異なる管轄区域への合法的または非合法的な移住の結果として起こることもある。政治学的には多文化主義とは 国家がその主権的境界線の中で文化的多元性に効果的かつ効率的に対処する能力と定義することができる。政治哲学としての多文化主義には様々なイデオロギーや政策がある。多文化主義はサラダボールや文化的モザイクと表現され人種のルツボとは対照的である。ロシアとドイツを含む様々な国の人々の要素を持つ住宅、 ブラジルの南にあるカランベイオランダの大多数の都市。多文化主義は1970年代から数カ国で政策に適用されてきた。国によってその理由は様々である。カナダトロントにある多文化主義の記念碑。同一の彫刻が4つ存在しており、その彫刻は南アフリカのバッファローシティにあるカナダにおける。 多文化主義の考え方が初めて明確に述べられたのは1964年、カナダ進歩保,保守党の上院議員、ポール・ユージックの上院議会における発演説の中であった。また、主に、ケベック州のみに集中している、フランス語話者の不満に応える形で1963年、政府は、カナダ王立委員会を開き、二言語及びに、文化問題についての検討を重ねた。 この動きを受けて1971年に多文化主義が正式に政策として採用された。法律委員会は報告書の中で、カナダ政府はカナダが二言語及び二文化によって構成される社会であることを認識し、この性格を維持するための政策を実施すべきであると提唱した。その後、この二文化主義は多方面からの批判にさらされることになった。確かに、インドでは、 すでに多文化主義が取り入れられていたが、西洋諸国では前例がなくカナダが初めて採用することになったためである。進歩保守党の党首ジョン・ディーフェンベーカーは多文化主義がカナダ固有の文化や伝統を守っていこうとする自身の姿勢と相反するものとみなしていた。また、当時はケベックナショナリズムに惹かれる 若いフランス語話者が増え続けていたが、二文化主義は、こうした若者たちを満足させるものでもなかった。英語やフランス語といった言語圏を問わず、多くのカナダ人が二カ国語を併用する二文化主義の新政策を嫌っていたが、最大の反対勢力は、英語系でもフランス語系でもなく、いわゆる第三勢力と呼ばれた異文化を持つ少数派のカナダ人であった。 カナダ西部の州におけるフランス語話者の人口はその他の言語話者と比べると少数であり、二文化主義が現実に即しているとは言えなかった。こういった少数派の便利を図るため政策の基本方針は二言語に文化主義から二言語多文化主義へと移った。自由党政権のピエール・トルドーは1971年10月8日会員にて 二言語の骨格に収まる多文化主義政策実施の声明を発表。ブライアン・マルルーニー率いるシンパ保守党政権が1998年7月21日に直教を受けて可決した多文化主義に関する決議書の先駆けとなった。実務レベルでは、連邦政府によって、各少数民族に対する文化保護を目的とした基金の交付が開始された。 基金の主な支援先としては、民族舞踊の協議会や、各民族のための交流施設の建造などが挙げられる。これらはトルドーが掲げた、公平な社会の実現を目的としたものというより、単に選挙の得票目当てであったのではないかという、批判を呼んでいる。ブライアン・マルルーニー率いる進歩保守党が1984年の選挙で勝利した後にも、 多文化主義政策が覆ることはなかった。ただし、マルルーニー政権発足以前から、新パ保守党の党員らは、政権が当世であるカナダ固有の文化と伝統を保持する姿勢と乖離していることを批判していた。特に、トリニダード・トバゴ出身の知識人、ニール・ビスーン・ダスは、多文化主義を政府の基本方針とすることに反対している。歴代のカナダ政府は、 政治信条もしくは公平性の観点から多文化主義が社会的あるいは文化的な障壁を打ち破り結果として国益に資するものだと主張し続けており国家をまとまりのあるものにしていく上では政治的に偏った思想ではないのかと疑問視する立場から距離を置いてきたカナダ国民の多くは多文化主義が国民からカナダ人らしさを奪いその気になれば あらゆる集団が、各々の独自性を根拠に異なる待遇を要求しかねないという危険性を認める一方で、政策自体は人々を一つの共通した価値観で結びつけており、結果として国家への帰属意識を高めているという見方を支持している。しかしながら、同政策に対しては批判もある。 2007年に発表されたトロント大学の調査によると最近の非白人系移民の多くは自らをカナダ人であるとは見なしていないという。カナダは1982年にイギリスから法的な面で完全に独立を果たしたが、その際に制定されたカナダ自主憲法にあるカナダにおける権利と自由の検証第27説の中に多文化主義の政策方針が追加されることになった。 アメリカの歴史学者、ダイアン・ラビッチは、アメリカにおける人種のルツボとカナダの文化のモザイクについて論じ、どちらとも多文化主義ではあるが前者は共存的、後者は自治的であると区別した。ラビッチによると、先の二つの多文化主義には次のような相違点があると言う。まず共存的多文化主義は、各自の文化やサブカルチャーが社会全体の文化と混然一体となり、 固有で有益な貢献をしていると捉える。その一方で、自治的多文化主義は、むしろ文化間の差異を維持する、思考性があるのだというオーストラリアは、カナダとほぼ同様の多文化主義を採用している。それゆえ、カナダにおいて見られるような多文化主義政策が、数多く実施されており、その一例として、SBS が挙げられるだろう。1970年代、 白人以外の移民を事実上禁止することを胸とした政策がゴフホイットラム政権によって捨て去られ、これが契機となってオーストラリアに多文化主義が根付いた。とはいえ、この政策転換はオーストラリアがイギリスから分離し国家としての主体性を確立する過程の一側面に過ぎなかったという指摘もある。オーストラリアにおける多文化主義の考え方は 白号主義を捨て去った当初に比べると大きく変化している。もともとは一部の移民が異なる文化圏の出身者だとしてもオーストラリア社会との関係を容認しようという程度のものだったが現在では異なる文化圏の存在自体をオーストラリア社会の中に容認しようというものに変わっている。現在、このオーストラリアにおける多文化主義の考え方は 国民の多くがそれぞれ多様な文化的、民族的背景を持ち、またこの現状を承認しているという事実を引き合いに出す際にしばしば用いられる。オーストラリア移民多文化省は2005年、同国内における労働力の25%が国外出身者であり、40%が少なくとも片親が国外出身者であると推定している。オーストラリアにおける 最初の多文化主義に関する国策は1978年、マルコム・フレーザー首相率いる自由党政権によって実施された。一連の政策は、次にボブ・ホーク労働党政権に引き継がれた。1990年代初頭、ポール・キーティング労働党政権は多文化主義を支持する、姿勢を崩さなかったが、オーストラリアの前首相ジョン・ハワードは、 国家としての主体性を国民全体で共有するべきだという理念のもと多文化主義に批判的である。とはいえ多文化主義的な政策は何の変更もなく存続している。ただしアンドリュー・ボルトに代表される保守派の新聞コラムニストラは国家的な同化政策の必要性を主張している。スウェーデンにおいては公式には1975年に多文化主義的な 政策に取り組み始めた。この政策が取られる10年ほど前から、スウェーデンは深刻な労働者不足に見舞われ、同時に他の北欧諸国やポーランド、南ヨーロッパ、中東からの移民が増加していた。このため、1979年までにスウェーデンの全在住者の11%が国外出身者となった。これを受けて、スウェーデン政府は移民に対して、 国内で働く条件としてスウェーデン語を話すことを要求し、同時に大学の学外講座として語学研修を無料で受けられるようにした。複数の自治体と大都市における一部の地区においては、住民の大多数がスウェーデン語を話さず、文化的にもスウェーデンとなじまないような地域が生まれた。そこで国は移民の子供たちがスウェーデン語を学ぶための教室を各学校に創設し、 他方で移民らの出身国に応じた言語による教育を与える試み母国語プログラムを放課後の補修として開始した。これらの多文化主義的な政策は現政権によって絶えず批判にさらされており再検討の段階に入っている。アメリカ合衆国では政府の政策として多文化主義を採用しておらず一部の州政府が英語と スペイン語の二言語常用を採用しているのみである。しかし近年ではアメリカ政府は多文化主義を支持する傾向にある。例えばカリフォルニア州ではカナダの多くの州と同じように運転免許を取る際に試験の言語を選択することができる。保守党の政権下では多文化主義的な発言は左派陣営の中でのみ主張されるに止まっていた。しかし、 1997年以降の労働党政権の発足以降、政府の政策や発言は多文化主義の影響を受けている。現政策の先駆けとなったものとしては、1965年の制定以降修正案が加え続けられている人種関係法や同様に1948年に制定されたイギリス国籍法などが挙げられる。近年はアラブ系移民の増加によって、 西欧的価値観とイスラム的価値観の摩擦が問題化している。2011年2月にデイビッド・キャメロン首相は国としての多文化主義は失敗したと公式に発言した。多文化主義政策に否定的な態度を取る。最近の批評家としては、ウガンダ生まれのヨーク大主教、ジョン・センタムやパキスタン生まれのロチェスター教区主教、マイケル・ナジラリなどが挙げられる。 マレー半島は国際的な貿易やり取りの歴史が長く半島の民族的や宗教的な成り立ちに影響をもたらしている。18世紀以前はマレー人が支配的だったのに対しイギリス人が新しい産業とともに中国人やインド人労働者を導入した際に民族構成が激しく変化した。ペナン州やマラッカ、シンガポールなど 当時のイギリス領マラヤに属するいくつかの地域は中国人が大部分を占めるようになった。インド、中国、マレーの3つの民族とその多少数民族グループ間の共存はマレー人の人口統計や文化的な位置づけに影響したにもかかわらず主として平和的である。マラヤ連邦独立以前はマレーシア社会契約が新しい社会の基礎として交渉されていた。 マレーシア憲法にも反映されたその契約は移民土地に市民権が与えられることやマレー人に特別な権利が保障されていることが述べられている。この政策はよくブミップトラ政策と呼ばれている。マレーシア連邦国自体の設立は人種の数学で重荷を負わされてきた。当時の首相トゥンク・アブドゥル・ラーマンはサラワク州とボルネオ島北部が認可されない限りシンガポールも 連邦の一部として認めないとしていた。その首相の主張の根拠には、シンガポールの方言による新しい連邦国は、マレー人を代償にして、中国人を新しく多数派勢力にしてしまうという懸念があった。その一方で、ボルネオ島にあるそれらの州を含めば、マレー人を多数派として維持できることが背景にあった。民族間の緊張は1963年の、 マレーシア国設立と共に続いた。人民行動等の元引き入られたシンガポールと統一マレー国民組織に引き入られた連邦政府との間には社会契約に関する議論が絶えず、このマレー人と中国人間の緊張は後にシンガポールで1964年の人種暴動を引き起こすこととなった。この暴動は部分的に マレーシアからのシンガポール追放を促すものとなった。同じ頃、マレーシアではマラヤ非常事態として知られる共産党による反乱が起こっていた。この紛争は中国人支持のマラヤ共産党とイギリスが後ろ盾になっていたマレー人支持政府との間によるものと捉えられている。最悪の暴動は1969年に再び、 中国人とマレー人の間に起こった5月13日事件である。これは民族間における経済的不通理いを減少させることを目的としたマレーシア新経済政策やルクネガラと呼ばれるすべての民族間での団結を奨励したマレーシアの国家指などの政策導入やディーパラヤやコンシーラヤなどの集合祭事の啓蒙につながっていった。教育面では 当地で話されている言語を活用した教育が国の教育政策として取り入れられ中国を除いてマレーシアのみが世界で唯一中国語での教育システムを持っている国である。これらの多言論的政策は非宗教やイスラム教ではない宗教の影響に反対する正統派イスラム教徒やイスラム主義政党から圧力を受けておりこの問題は論争の的になっているマレーシアでの 心境の自由に関わっている。ドイツではトルコ人をはじめとする約5%のムスリムが居住しているが近年ドイツ人との摩擦が注目されるようになってきている。文化人類学者から文化というコンセプトの持つ抑圧性の自覚と反省の上に立っていれば多文化主義は現状改善のための有効な理念であるが文化の境界性を 権力の側が勝手に設定してしまう承認を通した管理に過ぎず、また違いを尊重する土俵を隠蔽してしまうことが問題視されている。これらの議論は文化という概念がもはや政治化しており、文化人類学の中の文化というコンセプトが過剰に本質主義化し、抑圧の道具となっているから廃止すべきだという議論やナショナリズム研究における、 国民文化というものは近代における政治的意図の元に創造されたものを踏まえ、そこから新生性の文化というものを識別可能だということすらもはや幻想であるという議論がそこにある。リベラル的な理想主義から先進国で展開された多文化主義的な政策は現代社会に少なくない圧力を生み出した。2010年、ドイツのアンゲラ・メルケル首相が多文化主義は 完全に失敗したと発言し、物議を醸した。ありがとうございます。